タスクコマ うーんこれは夢かな暇すぎて渋谷来てみたらハチが首輪つけてるんだけどそれ以前にギャルが俺に向かってキュンデスしてきてるえっってうってあのそれはつまりって逆なん的なやつでしょうかねえここに挟んでたうちの奥歯知らないあ関わっちゃいけない人だそれこっちのセリフってかどっちもあたおかちゃん友達になるしかも同レベルに見られてるええ、なんで奥歯持ちながら渋谷に来たんですか榊の榊のあっさること昨日使ってるやついないだろ榊木のうるち米を製粉したあとにお湯と混ぜて塊にしたやつを蒸してきなでついて薄く伸ばして網に並べて醤油塗って焼いたやつを食べたのねそれせんべい,じゃない こっち短くしろよそしたらバキッて落としてああ歯がせんべいがややこしいなでそれがまさかのビミすぎてもう止まんなくなっちゃってお腹いっぱいだし寝ちゃおう的な思考からベッドにダイブしたらそこにベッドなくて机に思いっきり頭強打して歯取れたああ何そのスピード感ある歯の取れ方模様替えしたの忘れてたんだよねまだちょっと後頭部痛むし汗汗ああだからそんな変なポーズを追って渋谷来てる場合じゃなくない見せてあげたくてさ何よ歯をっていうか歯にほら奥歯って口の中の奥の方にあるから普段外の景色とか見れないじゃんうち結構な頻度で渋谷来てるけどそういえば歯の気持ちとか考えたことなかったなと思って歯に優しいギャラ初めて見た それまもしくはミョな何だミョってキャリーパミパミのミョン入ってそうで入ってねえよだから今日は生まれて初めてのオクバッピとのデートだったのそれなのにすぐはぐれるとかマジでしんどあ,あのどこまで歯を持ってたかとかは覚えてないんですかええー、家出るときは確実にあって電車の中で座ってるときも特に何もしてなかったからあったしあでも一回カバン開けて中身をあれそのカバンはえカバンああ電車の中に忘れてきたんじゃないあと改札出るときも確かまだ手に持ってていやカバンに対する思い軽いカバンはまた買えばいいけど歯はもう二度と生えてこないんだよじゃあ持ち歩くなよはにゃんはい妄想の中でお前をどン残念でした妄想の中の私は 常ににベッドの横にいるから安全でーすまた事故るよっていうかさ交番とか行った方がいいかな、うん、まず歯が落ちてても誰も気づかないと思うし仮に気づいたとしても触る勇気がティラノサウルスの歯でもティラノサウルスまあ掘って出てきたらわーってなるけど渋谷に落ちてたらスルーかなそっか。 こん中に落ちてる歯拾ってるやついるうわ拾ってるやついるみたいな言い方してきたやっぱりいないみたいいねえよなとりあえずうちはもうちょいこの辺探してみるわそういえばお兄さんはなんで渋谷来たの待ち合わせいやその特に理由はないんだけどなんかあるかなと思って歯とかその考えは1ミリもなかったもしよかったらさうちも歯見つかったら暇だしご飯でも行かないえぇ、ー、ドいやギャルとご飯なんてどこに行けばいいのかいいじゃん一人で食べるより二人で食べた方が美味しいでしょね行こうえぇ、ー、ドゥド,ゥドゥまぁ、あ、そこまで言うならはいよしけてじゃあ私 パパッと歯見つけてくるからここで待ってて絶対に帰らないでねうわあちょっと落とした歯見つけるなんて無理だよと言いつついつ戻ってくるかわからないけど待ってみるか来ねえじゃねえかポチッとポチッとポチッと登録ポチッとポチッとポチッと登録タコスコマタスコクマいいえタスクコマ